俺の名前は佐藤浩太、高校2年生。学校へ行こうとしていたのだが。すまないね。荷物が重たくて動けなくなったんだよ。困ってる人は放っておけませんから。でもこのままじゃ遅刻確定だな。何やってんの？彼女は同級生の三浦杏奈。父親が大企業の社長をしているお嬢様だ。貧困法制でいつも人が集まっているのだけど、俺は苦手だった。このおばあさんが困ってて送っていくところなんだよ。じゃあ乗っていく？遠慮しとく。若いうちから楽ばかりしたくないし。ふーん、じゃ一人で頑張ってね。俺は悪いわね、コウタ。この車運転手を含めて3人用なの。これリムジンだろ。お兄さんありがとうね。いえいえ、当然のことを下まで出て置いてくな。数十分後、ギリギリ、間に合った。遅かったわね。お前が乗せてくれなかったからだろう。ちゃんと乗っていくか聞いたじゃない。おばあさんだって車に乗った方が楽でしょ。ぐーの音は出るのね。うるさい。毎日車で通学なんて甘やかされてるだけだろ。はあ、貧乏人のくせに生意気。お前こそ金持ちだからって調子乗るなよ。あ、メッセージ。また誕生日クーポンか。今日誕生日だもんな。お、スマホボコボコじゃない。スマホカバーくらい買えばいいのに。そんな金ないんだよ。バイトすればいいじゃない。働いたこともないお嬢様には言われたくねえ。じゃあ俺の配信に出してやろうか。彼はヤバすぎチャラ男。クラスメイトの陽キャで人気の配信者だ。俺のチャンネルあと少しで100万人達成するんだぜ。今ならお前も出してやるよ。もちろんネタ枠だけどな。やらねえよ。冗談だって。お前なんて出しても再生数100回もいかなそうだし。でもアンナちゃんなら出してやってもいいぞ。美男美女で出たら動画映え間違いなしだぜ。美男って誰？酒井先生？それ50歳過ぎたうちの校長じゃなくて俺。興味ないわ。そんなこと言わずにさ。おい、チャイム鳴ったぞ。席につけ。俺は諦めねえからな。しつこいやつだな。でもああいうやつの方が動画の再生数も伸びるのかな。俺も頑張らないと。放課後。こんにちは。今日は俺の誕生日配信をしていきます。俺はサトラボという名前で活動している配信者だ。中学の頃から始め、今でも放課後に配信をしている。収益化にはなんとか成功したものの、配信を見てくれる人はほとんどいない。そんな俺にも熱心なファンはいて。待ってました。今日の配信も二人きりですね。あ、これは結婚してると言っても過言ではないのでは？過言だよ。コメントしてないだけで見てる人もいるからね。彼女はコシアンというハンドルネームで配信を見てくれている。毎日少額だけどスパチャもくれる熱心な人だ。それと欲しいものリストから誕生日プレゼントを送ったのですが、届きましたか？届いたよ。スマホカバーありがとうございます。いえ、私のお金があなたの一部になるなら本望です。なんだか怖いこと言ってない？それとこちらどうぞ。5万のスパチャ。いつもスパチャありがとう。でも本当に無理しないでね。もちろんです。その後配信は終わったのだが、コシアンさん、毎日スパチャしてくれるけどお金大丈夫なのか？ありがたいけど申し訳ないな。一方その頃、私のことを心配してくれるなんて、あ、好き。もっと彼に貢がなきゃ。翌日、次の動画のネタ探してたら喉乾いてきちゃったな。三浦さん、それ終わったら休憩入っていいからね。お、ありがとうございます。バイトしてたのか？この辺りに他のコンビニはないし。よし、
顔を見られないようにそーっと入ろう。危ない。佐藤、思わず手を出しちゃった。てかすげーいい匂いするな。だ、大丈夫か？うん、ありがとう。どうしてバイトしてるんだ？まさか金に困ってるのか？お嬢様なのに。そんなわけないでしょ。応援したい人がいるからお金を稼ぎたいの。自分で働かなくてもお小遣いとか結構もらってそうなのに。金持ちだから努力したことないって思われるの嫌なの。あなたはそう思ってたみたいだけど。それは本当ごめん。もう二度と言わないから。にしてもそんなにすごい人なの？もちろんよ。彼は今まで会ったどんな人よりも素敵な人なの。まだまだ有名とは言えないけど毎日努力してるのよ。私が働いたお金が彼の一部になると思うと満たされた気持ちになるわ。だから私は彼の一部になりたい。彼をずっと支えていきたい。むしろ彼を買いたい。やばいこと言ってない？それくらい大切にしたい人なの。彼はとても優しい人なのよ。昨日は誕生日配信だったんだけど、私が5万のスパチャしたら心配してくれたわ。え？それに私がプレゼントしたスマホカバーも早速使ってくれてるらしいの。 SNS に写真も上げてたし。それ俺のことじゃね？ちなみにその人の名前って？三浦さん、ちょっといいかな？店長に呼ばれちゃったわ。うん、俺のことは気にしないで。仕事の邪魔してごめん。真相は聞けなかったけど、きっと偶然だよな。そして週明けの昼休み、こんなところに呼び出してどうしたの？布教活動よ。それってこの間言ってた人のこと？ええ、視聴者が少ないのを気にしてるから布教したいの。もちろん他の友達には布教済みよ。あんたも配信してるらしいから興味あると思って声をかけたの。確かに三浦がそこまで熱中する人は気になるかも。でしょ。というわけで隣座って。ああ、まさか三浦とこんな近くに座る日が来るなんて。しかもめっちゃいい匂いだし、いいシャンプーとか使ってそう。ん？どうしたの？こっちをじっと見て。なんでもない。それよりその人ってどんな人なの？彼は馬のかぶり物をして配信してるわ。それ俺じゃねえか？でも私が言うにはイケボで性格もかっこいいのよ。ほな俺ちゃうか。じゃあ再生するわね。ほらこれ。やっぱ俺じゃねえか。こいつもコシアンさんだし。やっぱり素敵。このつぶらな瞳も最高に可愛い。それただの被り物だよな。私には見えるのよ彼の素顔が。それに好きになるのに顔なんて関係ないもの。彼がどんな素顔でも私は彼を推し続けるわ。俺だって言えねえ。数十分後。ねえねえ、素敵な動画だったでしょ。あなたも推してくれるわよね。検討しておきます。顔が真っ赤だけどどうしたの？それは君がずっと隣で俺のことを褒めてたから。なんて言えるか。なんでもない。それより早く教室に戻ろう。あ、待って。三浦、思わず抱きしめちゃった。大丈夫か？うん、ありがとう。あなたのスマホ落ちちゃったわね。ごめんなさい。いいよ、わざとじゃないんだし。あれ、これってこのスマホカバー、私が彼に送ったプレゼントだよね。しまった！偶然だよ。ううん、間違いないわ。ここにある傷も彼が SNS に上げてた写真と一致するもの。どうしてそこまで覚えてるんだ？ファンとして当然のことよ。普通のファンはそこまで見ねえよ。もしかしてあなたは？おい、早く教室に戻らないと。そうね。放課後、あの後三浦と一度も話せなかったな。授業中ずっと三浦から視線を感じてたけど。じーってついてきてる。どうしたんだよ三浦。三浦って誰ですか？
私はキャサリンです。何人だよ。あ、アメリカ人ですね。ボンジュール。それはフランス語だ。何しに来たんだ。今までのこと謝りたいの。何も知らなかったとはいえ嫌な態度をとってしまったわ。謝らないままファンなんて続けられないもの。じゃあ本当に三浦は俺のリスナーだったんだな。うん。私があなたを初めて見たのは中学の頃だったわ。俺が配信を始めた時期じゃん。その頃みんなからお金持ちだから近づきにくいって敬遠されてたの。おかげで友達なんて一人もできなくて。今じゃ考えられないな。当時の私も私に友達なんてできないって諦めてた。でもね、あなたが変えてくれたのよ。あ、悩んでた時あなたの配信を見つけたの。貧乏で視聴者も少なかったけど毎日配信して頑張ってたでしょ。向いてないのにどうして頑張るんだろうって不思議だったから理由を尋ねたの。向いてないからって諦めたら終わりだろ。頑張ればきっと理想の自分になれるって信じてるから頑張れるんだ。当時のあなたもそう答えたわ。だから私も友達作りを頑張ろうって思えたの。そうして今の私があるってわけ。今までいろいろと言ってしまったのはあなたが貧乏ばかりを嘆いていたから。努力してなさそうな姿を見てると昔の自分を見てるみたいで嫌だったの。そういえば学校だと愚痴ばかりこぼしてたな。本当はあなたも努力してたのよね。勝手な思い込みでひどいことを言ってごめんなさい。私を許せないなら配信にも行かないから。そんなことは言わないよ。勝手な思い込みでひどいことを言ったのは俺も同じだ。お嬢様だからろくに努力したことないって思ってたけど、本当は俺のためにバイトしてスパチャしてくれた。だから俺の方こそごめん。お互いに悪かったんだし今まで通りでいいよ。うん、ありがとう。これで三浦といがみ合うこともなくなるだろうな。じゃあさ、サインください。時間、本物に会ったらサインをもらおうって思ってたの。それと今までのお詫びに力も貸すわ。困ったことがあったら何でも言って。わかったから一旦落ち着いて三浦。名字なんて他人行儀は嫌。秘密を知った仲なんだし、アンナって呼んで。私も佐藤様って呼ぶから。様はやめて。普通に下の名前でいいから。翌日、アンナと和解できてよかったけど、これからどの距離感で話せばいいんだろう。アンナちゃん、今日こそ俺のチャンネルに。コウタくん、会いたかったわ。え、昨日別れてからずっとずっとずっとあなたのことが頭から離れなかったの。わかったから落ち着いて、みんな見てるから。その後もアンナはずっとあの調子だった。授業中は視線を向けられ、昼食を一緒に食べることも増えた。そして昼食後には一緒に動画を見るようになり。こっちのコウタくんも素敵。ああ、ありがとう。褒められるのは嬉しいけど照れくさいな。でも音質が悪くなりがちなのよね。マスクで声がくぐもっちゃうんだよな。アンナが俺に気づかなかったのもそのせいかも。でも顔を出すのは怖いし。コウタくんなら素顔でも十分人気出そうだけどな。かっこいいし。そうかな。顔出しがダメならマイクをヘッドセットにするのはどう？マスクの下から喋れるわ。なるほど、アンナに相談してよかったよ。ありがとう。コウタくんの役に立てたなら嬉しいわ。私あなたのためなら何でもするわ。これからもいっぱい頼ってね。うん、ありがとう。初めは仲良くなれないって思ってたけど、やっぱりいい子だな。そんなある日のこと、アンナのアドバイス通りにしたら少しずつ登録者も増えるようになったな。今日も頑張らないとって。下駄箱に何か入ってる。これってラブレター？本物だ！どうすれば。コウタくん、ああ、どうしたの？
そんなに驚いて。それに今何か隠したわよね。な、何も隠してないよ。ふーん、コウタ君、私に隠し事するんだ。何も隠してないよ。なぜだかわからないけど、あんなに知られるのはまずい気がする。今日一日隠し通さないと。放課後、なんとか隠しきったぞ。手紙のことばかり考えて授業も集中できなかったけど、屋上に来てほしいって書いてあったよな。一体誰なんだろう。おいおい、マジで来たのか。チャラ男、どうしてここに。その手紙、俺がお前の下駄箱に入れたんだよ。え、まさかチャラ男ってそっち系の。ちげえよ、全部ドッキリなんだよ。あ、モテないくせに期待しちゃったのか。でもお前が悪いんだぜ。陰キャのくせにアンナちゃんと仲良くなるから現実を教えてやろうと。よかった。え、実は断ろうと思ってたんだよね。はあ、授業に集中できないほど期待してたくせに何言ってんだ。どう断るか悩んでたんだよ。相手を傷つけないようになんて話したらいいかなって。嘘だ、無名配信者のくせに強がってんじゃねえよ。どうせアンナちゃんもお前なんて本気で相手にしてるはずが。そんなことないわ。アンナちゃん、どうしてここに。コウタ君の様子がおかしかったから追いかけてきたの。彼を騙すなんてひどいわ。ちげえよ、俺はただこいつに現実を教えてやろうと思って。あなたの勝手な思い込みで他人の気持ちを決めつけないで。私はコウタ君の一番のリスナーなんだから。はあ、今までこいつを嫌ってたくせに。そうね、だから恋人にもなれないと思う。それでも私は彼の幸せを応援するわ。そんなことないよ、過去のことはもういいんだ。それに俺もアンナのこと好きだからさ。え、もともと一途に応援してくれてたコシアンさんのことが気になってたんだ。その正体が君だと知ってからたくさんいいところを知ってきた。今まで対立してたけど、君さえ良ければ俺と付き合ってほしい。うん、私もあなたのこと好きだから。どうしてこの俺が負けるんだ。俺の方がずっとイケメンなのに。見た目なんて関係ないのよ。それより自分の配信はいいの？あなたの配信炎上してるけど。はあ？人の恋路を何だと思ってるんだよ。こんないたずら企画ありえない。これ以上炎上が広まる前に配信止めた方がいいんじゃない。ねえ、覚えてろよ。その後チャラ男はネットで大炎上、チャンネルも閉鎖へ追い込まれてしまったらしい。学校でも噂が広まり、すっかりおとなしくなった。一方で俺はアンナと協力しながら少しずつ登録者を伸ばしていき、半年後には登録者数も10万人を超えた。では配信はここまで。今日もありがとうございました。お疲れ様。それじゃあこれからは二人きりの時間ね。うん、こう積極的にされると照れるな。お、暑いね。ディーティー、素顔もいいじゃん。って配信切れてない。いいじゃない、このまま私たちのラブラブっぷりを見せつけてあげましょう。あ、配信を止めさせてくれ。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれるとすっごく嬉しいです。